はい、今どこにいるかというと台湾の、カレンにいます。カレンの、食事どころ日本食屋さんをねちょっと今行ってきたんですよ。日本食屋ね、浅草堂というところです。こちら、朝11時から、夜10時30分までやってるんですけど、最終のラストオーダーが9時30分です。でこんな感じで日本食屋ということでいろいろ頼んで、これは、ね、台湾人の経営です。日本人の経営じゃないです。まあ見ていただいて分かったんですけど、まず日本人の経営じゃないってなんで分かるかっていうと、まあ、これ見ていただいて錦料理と書いてますね。普通錦ってまあこちらの言語なんで日本の式なんですけど、そういうのは使わないと思うんです。で日本語、日本人系だったら基本的に日本語を入れるわけですけど日本語入れてないです。で、まあ中入ってみると、まあ結構すごかったですね、量がね。 NT っていうのはこれネットなんで、これプラスアルファでお金がするわけですけどね、これ天ぷらだけとかな、転職だとしたらもうちょっと高いなと思って。でまあこんな感じで食べてみたんですけど、でまあまあかな、まあ日本人系じゃないですからね、まあ、ちょっと味噌汁が甘いのはどうかと思いましたけど、で、一応合格点です。で量は本当に多かったです。だから食べる量が多い人はねいいかもしれないけどね。どこにあるかっていうと、カレンの中山楼っていうところ、駅から歩いて、1キロ行かないぐらいかな。市場が向こうにあるんですけどね、そっちの途中のになります。もし日本食食べたい場合はね、まあ来ていただければと思います。